皆さんおはようございます。おはようございます。ただいまご紹介いただきました山形大学花笠サークル四面楚歌です。私たちのサークル名四面楚歌という名前を聞いて多分皆さん不思議に思ったと思うんですけど、四面楚歌というのは本来周りを敵に囲まれて絶体絶命に陥るという良くない場面で使われる故事成語ですが、僕たちはその囲まれる人の部分を敵ではなくてお客様に変えて、お客様に囲まれて一緒に楽しむという名前の一緒に楽しむという意味をつけ込めてこの名前を付けました。で、僕たちの掛け声があるんですけど、やっしょ、まっかしょ、四面楚歌という掛け声が多分僕ら言うの聞こえると思うんですけど、皆様もご一緒に手拍子だったり掛け声だったりしていただけると僕ら大変嬉しいです。どうか今日一生懸命踊ってよろしくお願いします。
とうございました。山形大学花笠サークル四面楚歌の皆さんでした。続いてのチームは茨城県大子